ても可愛くて迷っちゃう。まさかこんなところで出会えるとは思わなかったからテンションが上がっちゃうわ。これ前から気になっていたのよね。トルコグラス、こんなにカラフルでとっても綺麗なのに耐熱ガラスなのよ。それに細めのデザインだけど意外としっかりしているところも気に入ったわ。これなら安心してお茶を楽しめそう。せっかくだし定番のチャイだけじゃなくていろいろ試してみたいわね。やっぱりこの赤いグラスにしようかしら。このグラス光の当たり具合でピンクにもオレンジにも見えて綺麗よね。よし、これに決めたわ。最初の一杯は何がいいかしらね。そうだ、マキがお土産にくれたジャスミンティーがあるし、それにしようかしら。花が開いていく様子を見ながら飲むのも楽しそうよね。せっかくだからあなたの分も入れてあげるわよ。